ではここからは各週でお届けしています防災一口メモのコーナーです。このコーナーは防災について身近なところから考えていこうということで、毎回さまざまな角度からお伝えしています。前回は企業の取り組みということでご紹介したんですけれども、今日は学校現場の防災ということで、スタジオにゲストの方をお迎えしています。坂出商業高校の前山達也先生です。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。前山先生は、はい、この坂出商業高校で防災について担当されてるんですか？はい、そうですね、この4月から防災係の長ということで、はい、やらせていただいております。はいはい、私高校の時思い出すと、あまり高校の時に防災訓練とか、はい、何か教室があったような記憶がないんですけれども、ね、うん、まあ、防災訓練は多分どこの学校でも全体で避難訓練という形でやってるとは思うんですけども、はい、まあ、逃げて集まってちょっと講話をしてという感じの、はい、あんまりこう印象に残ってない訓練かもしれないと思います。はい、まあ、その中では前山先生が市の方にもちょっと相談をして、ね、ということなんですけれども、はい、今年はまあ係にもなりましたので、はい、坂出市の、危機管理室の方の協力を得たらいいんじゃないかっていうアドバイスいただきまして、はい、ご相談行ったらいろいろと教えていただいて、はい、とにかくまあ楽しむ防災訓練っていうのを目標にやっていけたらいいなというふうに思っています。はい、具体的にはどういったことをされたり、これから計画したり。そうですね、9月に防災週間ということで、はい、その時は近くの自主防災の方々に学校に入っていただきまして、はい、地域の方々と一緒に、まあ、津波に備えた、はい、そういう避難訓練ですかね、これを、まあ、学校内だけではなくて、はい、地元の方と一緒にすることで9月は行いました。はい、で年2回、まあ、防災訓練ありますので、はい、次の訓練ではこうもうちょっとこう実演的といいますか、はい、ただ避難するだけではなくてですね、はい、もしものそういう危機になった場合ですかね、はい、まあ、大雨とか最近多いですよね。そうですね、そういった時の、まあ、避難 の、はい、施設に学校もなりますので、はい、まあ、そういうできるだけこう自分たちでこう活動できるというか、はい、自分たちができること何かないかっていうことで、うんうん、はい、そういう個人個別の訓練を今度はしようと思ってます。はい、あ、なるほど。はい、まあ、いざという時自分でできることっていうのをしっかり身につけておくっていうことが大事ですよね。そうですね、はい、そういうのをやってるだけでもだいぶ違ってくると思いますので、うん、そうですね、まあ、消火器を使った消火訓練とか、はい、シューターによる、うん、3階とか高いところからの避難、はい、こういうのは今までもやってるんですけども、はい、まあくまで代表の生徒が何人かするだけぐらいで終わってましたの で、うん、 ね、できれば全員といいますか、はい、みんながこう取り組める、うん、個別訓練っていうのをちょっとこう、はい、アドバイスいただいたりもしてます。うん、で、まあ、できればですね、はい、生徒の方からもなんかアイデアを募集して、はい、なんかいいアイデアには賞を出すとか、うん、はい、そういうちょっとゲーム性のあるような訓練というのを入れていきたいなというふうに思ってます。はい、まあ、やっぱりそういったこうアイデア、生徒発信だと心にも残りますよ ね。 そうです ね、 ね、今さっきもほども言われましたようにこう何を訓練でしたかっていうふうなのを、うん、何やったんかなっていうよりは、ね、あ、こんなんやったなっていうのが少しでもあれば、うん、はい、と思ってます。はい、また地域の方と一緒にっていうのも、ね、そうですね、ユニークだなと思ったんですけれども、はい、で、まあ、私の学校ではですね、はい、12月にいつもセキレっていう取り組みで、はい、近くの商店街の方と一緒に、はい、販売実習を行わせていただいてるんですけども、はい、やっぱりこれからはその地域連携っていうことが非常に大切だと思いますし、はい、そういう防災のテレビ番組とかを見ていましても、はい、普段からそういうことをやってるっていうことが、はい、実際この間起こりました東日本の津波の時にも、はい、保育所なんかがいつもこう散歩の道を歩いてたっていうことが、はい、これが普段の経験がもうものに生きてるっていうことがありましたので、はい、少しでもそういう地域の方とですね、はい、一緒に目的意識を持って何かできればというふうに思ってます。そうですね、はい、まあ、そういった形でいろいろと訓練されてみて、実際にされて何か感じたことってありますか？そうですね、ですから、まあ、今まではあんまりこうどちらかいうとそんなにこう、うん、なんかこう印象に残るっていうのがなかったので、うん、はい、できればですね、まあ、炊き出し訓練とかであったりとかですね、はい、その実際にその、うん、ちょっと怪我をされた方をどうやって運んだらいいかとか、はい、例えば荷物とか何かのこう瓦礫のこう下敷きになっている人を、はい、まあ、助けたりとかですね、はい、まあ、バケツリレーみたいなのも、うん、これはそういう昔のことではなくてですね、はい、そういう水をこう
ないようなところにどうやってこう運んでいくかとか、うん、そういうのもちょっとこう、はい、なんて言いますかね、そういう切迫感というか、うん、臨場感のあるような訓練が少しでもできたらなというふうに思っております。はい、うん、はい、まあ、なかなかそので訓練っていうと生徒さんだとどうしても受け身というか、そうですね、旗から見ているみたいな形が、ね、やっぱりこの自分でやるっていうところが大事ですよね。そうですね、自分でやっていく中で、うん、あ、これだったら自分も、はい、あの協力というかいざという時、うん、力になれるとか、はい、地域の人がもし来られた場合でもですね、うん、できるとか、はい、あとまあ災害時のその、うん、そうですね、食料の備蓄について考えたりとかですね、はい、それからまあ伝言ダイヤルとか、はい、もしもの時にそういう家族、うん、ご家族の人と連絡を取ったりとか、はい、これも実際にやってみたら、うん、ね、その場になってもあの慌てなくて済むと思いますので、はい、うん、少しでもそういう体験ができたらなというふうに思ってます。まあ、まず何か災害が起きた時に避難するっていうことはもちろん一番大切なことではありますけれども、 そうですね、はい、その後どうやって連絡を取るのかとか、ね、自分たちで何ができるのかっていうのを考えておくっていうのは大事なことですよね。そうですね、そういうのを少しでも考えておければ、うん、まあ、いざという時に役に立つんではないかというふうに思ってます。はい、こういった回数を重ねることで生徒さんからもこう積極性みたいなのもそうですね、そういうのが出てくればというふうに思ってます。うん、できるだけ地域の人と関われるチャンスというのがあれば、はい、あのそういうのが私たちの学校としてはその使命だと思ってますので、はい、そういう取り組みができればなと思ってます。はい、はい、まあ、いざという災害発生時には坂出商業さんの方に避難される方もいらっしゃると思いますし、当然出てくると思います。そういった時にこう事前にこう生徒さんと地域の方との関わりがあれば、はい、 そうですね、そういった時の連携もスムーズにいきそうですよね。はい、やっぱりこう事前にこう顔見知りであるということも大きなあの力になってくると思います。まあ、地域の防災力といいますか、そういうのができたらなというふうに思ってます。はい、これから生徒さんからいろんなこう発信があるといいですね。そうですね、あったらいいと思います。ですからその訓練前にもそういうなんか話し合いの場とかそういうのが持てたらいいなというふうに思ってます。はい、分かりました。はい、これからの、ね、活動も楽しみにしています。はいはい、ということで今日は学校での防災訓練についてということで、はい、坂出商業高校の前山先生にお越しいただきました。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、どうもお世話になります。ありがとうございました。